もう一枚、もう一枚。はい、みんなで。はい、行きます。はい、乾杯。余裕だね。よし。はい、OK です。ありがとうございます。もうすごいあの話しやすい人で、写真撮影の時も楽しかったね。そうですね、もう自分たちがリラックスできるような対応で僕らをうまく表現してくれて、あんまりこういう写真撮る機会とかはないんですけども、緊張せず楽しくできるような、それぐらい接しやすい人でした。私はフリーランスのウェディングプランナーなので、やっぱり結婚式って本当に人だと思ってるので、あの技術ももちろんですし、何よりもメラさんの、その人柄だったりとか、そういったもので、あの私は惹かれているとかファンなので、本当に私の中で一番信用している、信頼しているカメラマンさんですね。はですね、写す心と書いて写真です。やっぱり、まあ、新郎新婦たちのこう笑顔だったりとか、涙だったりとか、まあ、いろんな思いを抱えて結婚式に臨むわけで、で今このご時世ね、シャッター押せば写真なんて撮れる時代だけど、やっぱその新郎新婦たちの思いを汲んで、まあ、おこがましいけどこう表現をさせてもらって、でその時にやっぱり撮り手のこう撮り手がこうどう感じるか、まあ、写真を見た時に新郎新婦が笑ってればやっぱ俺も笑ってないといけないし、新郎新婦が泣いてればやっぱりこっちも泣きながらね、思いを持って撮んないといけないし、というところで写真。皆さんにあの撮影してもらって思い出に残ったし、それでまた前撮りだけではなくて、自分の子供の、あの七五三でもそういう撮影の機会があれば、また皆さんに撮影してほしいなっていうのは、やっぱあの僕ら二人でも話してたんで、一組一組の結婚式に向き合って、まあ、その人たちの人生に寄り添った、寄り添えられるカメラマンにこれからもなっていきたいと思います。やっぱ自分だけじゃなくて親も含めてみんなね、周りの人がいて、新郎新婦がいて、応援してくれる人がいて、まあ、続けて来られたよね。転職ですね。